はい、アテネの空港に到着しました。いやちょっとね大変でしたけどね、ソフィアで ブルガリアで早朝便だったので、何時間待ったかな、空港でね夜を過ごしましたが、ようやく到着しまして、それではですね、ここから地下鉄で市内の方へ向かいたいと思います。じゃあとりあえずギリシャ編始まります。アテネ国際空港ですけどね、市内から結構離れてる、15キロぐらいあるみたいなんで、これ普通にね平気で山みたいなのがずらっとあるんですよね。結構かかりそう、40分ぐらい地下鉄でかかりそうですね。でもちろんバスっていう選択肢もあるんですけど、っていうか多分そっちの方が安いと思うんですが、僕はやっぱり地下鉄が好きなんで地下鉄で行こうかなと思っておりますが、どっちだ、上か、上っぽいな。はい、上の階に出てきました。なんかね、大きいのか小さいのかよくわかんないような空港ですが、多分ちっちゃいかな。でも国際空港ってついてるますからね、名前には。はい、ここは電車のチケット売り場みたいですね。じゃあ買ってきます。はい、チケットを買いました。普通のなんか切符みたいな、これで、10ユーロです。アクロポリス行きなんですけども、10ユーロ、時刻表があったり、なんかね普通の地下鉄と普通の地上走ってる列車どっちもあるみたいですね。僕は地下鉄で行きます。これでじゃあ最初の刻印をしますね。これをやらないとまずいですね。まあすげえな、山が見えますよ。空港の周りこんな感じなんですね。下にもうホームが見えますが、これかな、多分地下鉄は地下鉄でも最初のうちはなんか地上走ってるみたいなんですよ。あ、メトロって書いてますね。こっちがメトロでこっちは違うか、サーバーバントレインって書いてある。違うんだな、やっぱ僕は多分こっちですね。空港からはここ始発なんで多分乗っちゃって大丈夫だと思いますけども、はあ、じゃあちょっと乗ってみますわ。おお、メトロでこんな電車なんだ。面白いね、この1人2人掛けのところに座ります。なんか空港バスとかによくある荷物置き場が、羽田のモノレールにもついてますね、こういうの。でですね、今どこだ、エアポート、これだ、エアポートはここで、ずっと行って、途中乗り換え、あれどっちだ、これか、この辺、ここまで行くんですね。一回乗り換えなきゃダメかもしれない。移動した。こっちの方が広そうだから、移動しました。じゃあ、これに揺られて、アクロポリスを目指したいと思います。さあ、走り始めました。地下鉄とは言いつつもね、まあ最初のうちはしばらく車窓を楽しめそうです。すごいな、結構雄大な山々ですね。で、天気もいいし、結構あったかい感じがして、いきなり、ルーマニアとかブルガリアから来たんで、すごいあったかく感じますね。雪もないし、全然気候が違う。12度ぐらいあるみたいですね。この間のブカレストとかソフィアは0度ぐらいでした。はい、じゃあここから乗り換えです。
乗り継いできます。またやっちゃった、反対側来ちゃった。ミスったんで一個戻って逆側、戻ります。こういうのあるともう一発で分かるんですけどね、ちょっとね見ずに乗っちゃったんでミスっちゃったな。あっち側来た、こっち側も来そうだな。音がしてますね。現在10時22分街出てきましたよ。アクロポリスミュージアム、ミュージアムか。でもまあ方角的には多分あっちなんでしょう。おー、なんか可愛い街だな。おー、アテネ。今乗ってきたのがそのメトロですね。いやいいですね、このカフェとかがいい感じだな。この石畳もいいですしね。これトラム？トラムの線路かな。さあ、あとでちょっとお茶でもしたいところですけれども、まずは観光だな。世界遺産をまずは制覇しなきゃいけないので、アクロポリス向かいます。いや、向かうも何も、すぐそこの、そこでしたわ。今だってそこからメトロ出てきて、こう来たらもうすぐ目の前が、アクロポリスです。